事だけに偏るから、あの取る方ばっかりに行くんですよ、うんうんうん、でそうするとそんな取りきれないでしょ、昔30品目だなんだって言ってたけど、うんうん、今 あれも構成上取り下げてるんですよね。あ、そうなんですか。そんな食べて、肥満が増えたんですよ。へー、そうなんだ。だからバランスよくいろんなものを食べましょうねとは言ってるけど、30品目取ると結局肥満が増えてしまったので、ちょっとこっそりこう影に潜めてるっていう状態なんですよね。だから取る方ばっかりフォーカスするんじゃなくて、いらないものを取るのを減らす、あとは、うん、と言ってみたらね、こう人間をこう箱だと思ってもらったら、パカって入れたものがこう消化されて外に出てうんちとかおしっこになるわけですよね。でそこにいっぱい積み残しがあるから体の中に不調が起きてるんですよね。うまく消化ができないとか、あの人間自体にその消化酵素がないものも、お肉とかって、基本的に人間の、あ、日本人っていうと自分で消化酵素持ってないんですよね。でそれは進化の過程でいっぱいそんなん持つと大変やから、大腸菌っていうものに委託したわけですよね。大腸菌をここに住ませることによってそれに分解してもらうっていう風にしてるんですよね。だから日本人だけですか？うん、ね、バランスが違うだけで、あのほとんどはその大腸菌とか菌に助けてもらってます。で特に日本人はもともと肉食の文化があまりないので少ないです。うーん、少ないんだ。で、お腹の中で腐敗発酵してしまうことによって腸の中の状態が良くないことによって、まあ、いろんな炎症が起きることもあるやろうし、まあ、腸の憩室とかって言ってこう掘ってポケットができたりとかね、うん、そこにいろんなものが溜まったりだとか、うん、で、まあ、宿便って言われてるものはないとか言われてるんですけど、でも実はさっきのコーヒーエネマでも、うん、まあ、コーヒーエネマではなかなかさすがに出ないけど、うん、あのアメリカとかだったら腸内洗浄とかはすごいポピュラーになってるので、うん、それで宿便を取ったりとかっていうのはあります。